はい、51歳無職、就活ノート、さつき小一郎でございます。本日は月1回の精神科医の、病院に行かなければならない日でございます。今タクシーを待っておりますが、熱海の風景はこんな感じですね。それではまた後ほど。ああ、そうですか。終点東京です。中央線、山手線、京浜東北線、東北、高崎、常磐線、総武線、京葉線、東北、上越、北陸新幹線と地下鉄線はお乗り換えです。病院までは歩いて1分ぐらい近いんですよね。神田駅です。神田駅、豚骨ラーメン。小田原に着きました。はい、ただいま到着しました。熱海でございます。やっぱり一日仕事になっちゃいますね。医者でね、40分か50分ぐらい待たされたんですよ。最近なんか待ち時間が長くなっちゃってね、前は15分ぐらい待てば呼ばれたんですけどもちょっとそれでちょっとイライラしたりなんかしてね、新幹線の予約を1時間延ばして、
それで今帰ってきたって感じなんですけど、本当はね今日寿司じゃなくて海鮮丼が食べたかったんですよ、もうちょっと涼しいところでね、そこが2時過ぎちゃったんで待たされた分ね、準備中になっちゃってて食べられなくて結局寿司になっちゃったんですけど、まあ、ゆっくり食べてみれば美味しいもんですね、月曜日だからなんかもう一品サービスみたいな感じで一貫多かったけども、まあこれであと1ヶ月は東京行かないで済むんでね、株が今日ね、まあ後から言ってもしょうがないんだけども、今朝売ったやつが結構あと残り50円ぐらい増してて、ちょっと取りっぱぐれたかなっていう感があるんですけども、まあこれはしょうがないってことで、というわけで本日は、神田の心療内科クリニックに行ってまいりました。どうもありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。